日銀は今日の金融政策決定会合で短期金利を引き上げるかどうか検討します日銀は現在0%から0.1%程度に短期金利を誘導していますがこれを0.25%程度に引き上げる案を軸に検討します日銀内部では円安が物価に与える上振れリスクが高まっているとの評価が出ていますが 実質賃金が上昇していないため金利の引き上げには慎重な意見もあり家計の消費や企業活動に与える影響などを丁寧に見極めた上で利上げを検討する見通しですきょうの会合では国債買い入れの減額計画も策定する予定で市場関係者の間では現在、月6兆円程度の購入額から2年かけて3兆円程度に減らすという見方が多くを占めています。 上田総裁は午後3時半から会見を開き今回の決定について説明します。